こんにちは。見やすいドイツ時計推しの南雲時計店店長の南雲達也です。昨日はですね、僕皆さんにドイツ時計のイメージといったらどんな感じですかっていうお話をさせていただきました。で、僕なりのお話もしたんですけども、今回昨日いただきました皆様からのイメージをちょっとお話ししてみたいと思います。もう圧倒的に一番多かったのはもうジンのことですね。日本のドイツ時計の草分けといったらやっぱりジンですから、ジンの、軍用とか質実剛健とか、武骨とか、あと仕上げはブラストマットとか、あと視認性が良いとか、あとね、長年使ってて分かったっていうことで、硬派なイメージとかオーバースペックであるとかというようなことを結構いただきました。あと昔からお客さんの新潟県の王さんなんかはもう以前はね、彼は結構高級時計を使われてたんですけども、以前はそのドイツ時計ってこう古臭い、それとか色気がないとかマニアだけでしょみたいなイメージがあったそうですけども、最近は見やすい、それから時代に左右されない、やっぱり質実剛健ということをこう書いてきてくれたんですね。で、あとその他にも高級系の時計のイメージが強い方も結構いらっしゃいまして、やっぱりドイツのイメージで、ドイツ時計のイメージというと、ランゲ&ゾーネとかランゲ&ハイネとか、そういったもののイメージがある方も結構いらっしゃいました。けど圧倒的に良かったのはやっぱりジンの、武骨であるとかミリタリー系であるとか、見やすいとか、そういったのは非常に多かったです。それからその次ぐらいに多かったのがやっぱり、バウハウスのデザインということですね。僕がちょっと前にお話ししました、スイスをはじめとした、実際スイス時計、スイスの鉄道時計のイメージって、あれ実はあれをデザインされた方もそのドイツのバウハウスに影響されてデザイン作ったということで、実際にドイツの国鉄デーベーなんかはデザインなんですね、時計のデザインで、やっぱりそういうイメージ非常に強いので、ノモスとかユンハンスとか、あとルゲナとか、ストーバとかデクラとか、そういった時計のイメージも結構強い方がいらっしゃいました。で、そうですね、僕からするとやっぱりドイツの時計のイメージというとやっぱりバウハウスデザインが非常に強いですね。僕もドイツ時計といったらやっぱりジンから入ったんですけども、確かにドイツって以前はそのすぐ隣にいわゆるなんていうのかな、こちら西側と東側って昔言ったように、例えば日本やアメリカやイギリスっていうのはすぐ隣にはその東側の国っていうのはなかったんですよ。ところがその、武器とかを作る先進国と言われる、国の中ですね、例えばそれこそアメリカやイギリスとかフランスとかイタリアとかドイツの中で唯一東側と接していたのがドイツだったので、ドイツはそういった、ミリタリー系のものが非常にこう開発が進んだんですよ。で、それが日本に入ってきていましたんで、ジンは非常に強いんですけども、やっぱりそのドイツのデザインということからいくと、バウハウス系の鉄道のデザインとか、あとはノモスとかルゲナとか、そういったものが非常に強いと思うんですね。いわゆるシンプルイズベストみたいな感じで、本当にただ時刻だけを見るというような、そういった時計のデザインが僕は いわゆるドイツらしいかなと。で、あとちょうど、石川のお客様からメールいただいて、でドイツのこう行ってきましたみたいなの書いてあったんですけども、そのやっぱりそのヨーロッパ、ドイツ含めヨーロッパなんかはその都市部よりも田舎の方が中世のイメージが結構街並みが残っていて、すごいいい感じなんですね。それこそ僕があんまりテレビとかインターネットとか見ないんですけども、ハリーポッターの映画のような街並みがこう雰囲気として残っているのが非常に多くて、でそういうところの小さい街の駅とかにシンプルなバーインデックスだけの時計がホームにデーンと大きく立っているんですね。ポールに大きいのがついてるんですよ。だから僕はああいうシンプルなイメージが非常に強いですね。
ということで、ちょっとそのドイツの時計のイメージを皆さんからこうお聞きしたり、僕からお話しさせていただきました。何か聞いてみたいことあったら、あのこの画面の下の概要欄のところに南雲時計店のメールアドレス置いときますので、こんなこと聞きたいよっていうお題をいただけると嬉しいです。助かるんですね、僕考えなくていいから。ということで、今日はちょっとあの、ドイツの時計のイメージについてちょっとお話ししました。明日もうちょっとバウハウスについて掘り下げてみようかなとかちょっと思っています。ということで、今回あの僕のこのチャンネルっていうかは、ご登録いただいているのは560人ぐらいということで、よく YouTuber の何十万人とか何百万人とは違うんですけども、今回教えてくださいと言いましたら、かなり実はたくさんの方からご意見いただいて、本来ね、5人ぐらいだったら何県の何々さんとか言いたかったんですけども、本当にねありがたいことにあの2桁楽勝で超えてきて、あの皆さんどこどこの何々さんってちょっと言えなくて申し訳なかったです。非常にあのたくさんいただいてすっごい参考になりました。ということで、もしこのチャンネルよかったらあのご登録いただきたいなと思いますし、あと南雲時計店はサポーターさんを募っておりますので、またこの画面の下の概要欄に、サポーターさんになっていただくフォームの URL 置いておきますので、ぜひあの南雲時計店のサポーターさんになってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。